はい、皆さんこんにちは。ご視聴いただきましてありがとうございます。現役鉄道運転士乗り物おじさんです。今日もよろしくお願いいたします。本日は、上井田連絡鉄道に乗ってみたいと思います。名古屋にいます。名古屋の、地下鉄名城線平安通り駅、その近くの公園に来ております。今回ですね、上井田連絡鉄道という、鉄道路線に乗っています。地下鉄の上井田線なんですけども、第三種鉄道事業者の路線になります。ですので所有はですね、上井田連絡鉄道株式会社という会社が所有している鉄道路線になります。地下鉄の平安通りから、名鉄小牧線の安島までですね、その3キロほどの区間にはなるんですけども、今回はその路線をですね、少し乗ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。愛知県名古屋市の地下鉄ですね、名城線という線があります。でそこにですね、平安通りという駅があるんですけども、でここの近くにですね、名古屋鉄道の名鉄小牧線という路線があります。で上井田という駅が、ここなんですけど、こことここの間ですね、昔はつながっていなくてですね、上井田の駅まで犬山方面からお客様が来てですね、地下鉄に乗ろうとするとどうしてもこの1キロ区間をですね、徒歩で移動することになってしまいます。でこの、不自由なところを解消しようということで、18年前ですね、上井田線の、連絡鉄道株式会社ですか、上井田連絡鉄道株式会社の会社を設立して、ここを第三種鉄道事業者として開設して、ここをですね、鉄道の路線でつなげてしまおうということでできた路線になります。実質地下鉄の上井田線ですね、とあと名鉄の小牧線なんですけども、一応ここは平安通りから安島っていうところまでなんですけど、上井田、連絡線株式会社という、会社が保有する鉄道路線を、名鉄さんと、地下鉄さんが走っているという感じになりますので、今回この3キロ弱ですね、この路線をですね、レポートしてみたいと思います。地下鉄の上井田線でいいじゃんかっていう話になるんですけど、せっかく鉄道会社として、上井田、連絡線、株式会社ですか、会社があるんで、そういう趣でですね、今回、取り上げてみました。で上井田連絡線株式会社、今年令和3年で、設立から18周年だそうです。そうですね、後ほど、乗ってみてですね、上井田駅も、昔、名鉄の終点の駅でしたんで、そこもちょっと覗けれたらなと思ってですね、動画を撮ってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、名古屋の地下鉄の路線図になります。で今回、行くのはですね、この、地下鉄の名城線平安通りから、この途中の切れてる安島というところですね、左上安島ですね、ここの3キロほどの、区間になるんですけど、ここがですね、上井田連絡線株式会社が保有する、鉄道路線になります。実質地下鉄の上井田線と、名鉄の小牧線になるんですけども、こちらの、安島までですね、乗ってみたいと思います。で上井田でも一回降りるつもりで、乗っていきますので、よろしくお願いします。はい、名鉄の300系という車になります。これはそのまま終点の犬山まで行ってしまうんですけども、途中の上井田で一回降りたいと思います。はい、平安通りの駅はこのような感じです。ホームドアがついておりまして、
路線のラインカラーはピンクですね。それでは犬山行きに乗ってみたいと思います。で次の上井田で降りてみます。はい、平安通りからお隣の上井田駅に行きました。それでは上井田の駅1回降りてみたいと思います。はい、地下鉄のというか名鉄の駅上井田駅からですね上に上がって地上に出ました。昔名鉄の小牧線はですねここが終点で上井田駅の、あったところの建物がまだ、残っているみたいなので少し、どのようになっているのか見に行ってみたいと思います。何しろ18年前に、営業が終わった、旧建物なのでもうほとんど今見れるものはないかもしれないですけどちょっと名残があるかどうかちょっと見に行きたいと思います。はい、まだ、少し名残がありますね。昔この上に駅があったんですけども、この階段上がった2階に改札口があったんですけども今から少しですねまだ入れそうなんで見に行ってみたいと思います。名鉄の当時の多分これ広告見覚えがあるんでまだこのまま貼ってあるんですよね。名鉄上井田ビル、今この上の住宅は UR の、住宅になってましたので当時は多分違うかもしれないですけども建物自体まだ残ってましたね。それではちょっと見に行ってみたいと思います。ちなみに地下鉄の上井田駅の入り口はここになりますね。では、行ってみたいと思います。わ懐かしいな、乗ったことがあるんで懐かしいですね。ああこんな感じだったな、そういや。はい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 、これそうですね、ビーチランドの看板あったっすね、そういや。うわ懐かしい。まあ、今もビーチランドはあるんですけど、この看板がまたいいですね。あ、改札は閉じられてますね。まあ、当然だと思うんですけど。はい、ここが駅の入り口だったんですけども、今はですね、まあ、シャッターが当然降りてまして、まあ、入れない状態になっています。もうでも、いや本当当時の面影はだいぶ残ってます、まだ。この名鉄さんの昔のですね、駅の壁ですね、この大理石調っていうんですか、まあ、大理石なのかな、これはもう結構境町の駅とかもこんな感じの壁だったんですごいなんか名鉄の駅って感じがしますね。もう名鉄が持っていたというか今もあるんですけどテーマパークのリトルワールドに明治村にビーチランドですよね。もう看板がまだ残ってますね。以上、名鉄旧上井田駅の改札付近でした。はい、それでは再びまた上井田駅から、地下に入り、次安島というところで降りてみたいと思います。
はい、上田連絡鉄道線の、安島駅、来ました。まあ、実質名鉄が管理している駅になるんですけども、地下鉄平安通りから、安島までが、上田連絡、線株式会社の保有となります。はい、でせっかくなんで、まあ、現役鉄道運転士としての目線としてですね、名鉄の小牧線が ATS っていう保安装置なんですけど、ここから平安通りまでですね、地下鉄区間というか、ATC での保安装置になります。この先ですね、あっちが平安通り方面になるんですけども、ここから保安装置が変わります。 ATS から ATC に変わるみたいです。ですのでね、この反対側の線の先頭のところに評判が ATC 確認というのが書いてありますね。保安装置が変わるというお話でした。はい、逆エンド側ですね、安島駅の犬山方面向かう、線のホームですね、先端に ATS 確認と書いてあるんですけども、先ほど言ったようにここから ATC と ATS、保安装置が変わりますので、それの確認の評判になります。まあ、これを見てですね、保安装置が ATS なのか ATC なのかっていうのは運転士は再度確認する必要があります。これ保安装置違っていると非常が入って、ね、止まってしまいますので、この辺は本当に注意が必要です。はい、今回いかがだったでしょうか。上田連絡船株式会社の、保有する上田連絡船に乗ってみた、そういう動画でお送りいたしました。地下鉄の平安通りから、名古屋鉄道小牧線の安島までの、3キロ弱の区間にはなるんですけども、まあ、実質ですね、鉄道の保有はその会社ですけども、まあ、乗り入れしている名古屋市の交通局さんと、名古屋鉄道さんの、車両が走っていると。駅もですね、お互いの管区の駅が管理しているという感じになります。まあ、ただですね、第三種鉄道事業者、これはですね、なかなか日の目を見る感じがあんまりないもんですから、まあ、ぜひともですね、連絡船っていう、まあ、短い路線なんですけど、その功績がすごく大きいんで、ぜひとも取り上げてみたいと思ってですね、今回動画を作成させていただきました。かなりマニアックな動画になったかもしれないんですけども、ぜひですね、また次回もですね、マニアックな動画を作るか、一般受けする動画を作るかちょっと、考えてますけども、見ていただいたら幸いです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。